俳優の竹野内栄太が所属事務所、ケンオンを今年いっぱいで退社することを12日、ケンオンがホームページで明らかにした。竹野内も直筆コメントを発表し、昨年の自粛期間中、これまでの自身の人生を振り返り、50歳を節目とし、環境を変えてみたいという突き上げられる思いを感じ、新たな心で原点に立ち再スタートを試みたいという思いから、決断に至った次第ですと退所の理由を説明した。ケンオンは天海祐希、沢村一樹、杉咲花ら日本のトップ俳優を多く抱える大手事務所。手厚いマネジメントと強力な営業力に定評がある。26年にわたって所属したケンオンを離れることは、竹野内にとって相当な覚悟を要したはずだ。実際、今後について竹野内は、新たな気持ちでゼロから歩む道のりは、決して生優しいものではないとは思いますとコメントしている。芸能ライターは、女優の片瀬奈々も9月末にデビュー以来所属していたケンオンを退所しました。片瀬の場合は、今年7月、同棲していた恋人が麻薬取締法違反容疑で逮捕された際に、陰性だったものの尿検査を受けていたことを、文春オンラインに報じられたことが退所の原因になったと言われました。しかし、竹野内にはその手の話がなく、ファンは彼がどうして突き上げられる思いを抱いたのか、その理由を知りたがっています。退所報道のコメント欄では、結婚するのではないか、というファンの悲痛な叫びが飛び交っていますと語った。ただ、今のところ、竹野内に浮いた話は一切聞こえてこない。14年10月発売のフライデーが倉科カナとの交際をスクープし、いずれ二人は結婚するだろうと見られていたが、18年11月、女性自身が破局を伝えた。いつまでも煮え切らない竹野内に倉科が見切りをつけたという。独身イケメン俳優の最後の砦とも呼ばれる竹野内。ファンはしばらく彼の動向から目を離せないだろう。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。